はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は知らん間にボックスにいたキャラたち使っていくんですけども、まずはポーラ・マッコイというわけで、この方2021年12月登場ヒーローキャラとなってます。ニセ恋めっちゃ好きなんですけども逃したキャラなんですが、最近ガチャで出ましたね。めちゃめちゃ嬉しいわ。性能を見ていくんですけども、青属性の攻撃タイプで、まあステータスが強い、まあ、最新の、ヒーローキャラだけになかなか優秀ですね。んで必殺が、敵単体に 410% ダメージで、列車に 30% のキラー、必殺自動生成、一旦自身の攻撃 2% アップ、血統忖度 22% というわけで、この性能は普通に強いな。火力出しながら必殺自動変換バフ持ちで、血統忖度バフついてるんで、血統3枠目に置くのもまあいいかもしれんな。あの緑属性のアメノさんの、攻撃タイプパターンかなと思います。で友情が赤緑青黄色ハート邪魔合計4個虹に変換、一旦敵単体の列車耐性 30% ダウン、血統忖度 78%、HP1500 回復、血統忖度 78,000 というわけで、これ完全に血統用の、友情ですわ。はい、あのお察しの通り貫突にしているんで、後日血統パ使いますわ、お楽しみに。ほんでもって特性が、自身の行動前に邪魔ハート1個ずつ青に変換、血統忖度2個ずつ変換、ターン開始時的に赤属性がいる時にバフ 8% というわけで、永続バフがないんですよ。相手が弱点の場合バフ貼るというね、すんごいアグロな、さすがヒットマンなんじゃないかなと思って使っていくんですけども、挑んでいくダンジョン定番というわけで、まあ、僕はね、もうニセ恋をもう見て育ったと言っても過言ではないぐらい、まあ、僕世代のあのラブコメって何って聞いたら、まずこのニセ恋が出るんじゃないかなと思うんですが、演出等々見ていこうかなと思うんですけども、はい、とポーラ、いやこの令和にポーラがゲーム化されるっていうのはすんごい嬉しいことなんですけども、見ていこうかなと思います。トリコからの、はい、それじゃあ勝負よというわけで、これはつぐみと戦ったシーンですかね。ラクとどっちがキスするかというので戦ったシーンだと思うんですけども、ダメージ以下ほどというわけで、まずは無凸キラーなし、あらーキラーなし2万4000も入んの、強ない？あ、そうですか。キラーなしで無凸2万4000も入んのか。めっちゃ強いな。あ、そうなん。そうなん。無凸キラーなし2万4000ってそうなんか。なるほどな。それはちょっとビビりましたね。でもって、お次、キラーありの火力。見ていこうかなと思うんですけども、誰か列車不要キャラおる？僕のところに。います？あ、おるね。素晴らしくさっちゃんの男バージョンで、これキラーあり、無凸以下ほどなんですが、あ、2万6000。まあ、2万6000が、基準値ちゃうかなと思いますね。ヒーローキャラで、無凸2万6000か。いやー強いな。さすが2021年と、やはり2021年やばかったっていうのを、もう容易に想像させるキャラかなと思いますね。あの僕ね、ニセ恋のゲーム初めてプレイするんですよ。てか過去にニセ恋のゲームって発売されてんのかな？僕、プレステ3と PS ビータを、持ってなかったんで、多分ビータかなんかで発売なんかされてるんじゃない？ギャルゲーみたいな。僕ギャルゲーも興味ないから、どうせあの DS かなんかで発売されてても買わなかったんですけども、確か発売されてますよね。あのやってない人生歩んできたんですよね。で今現在進行形でやる気ないので、あのニセ恋のゲームはもう相入れない存在だと、僕の人生くんと思ってたんですけども、
いや、このジャンプチ君が架け橋となるとは、これは思ってなかったね。うん、僕がおそらく YouTube をやってなかったらね、ニセ恋のゲームをやることなくね、墓場に入ってたと思うんで、これね、メイドの土産ですごくいいもんが見れたんじゃないかなと思う。まあ、またまた生きるんですけども。いいえ。いや、僕はね、一番好きなキャラクター、小野寺なんですよ。小野寺以外マジで興味ないんですよね。だから、このポーランもね、全くもって興味がないキャラクターとなっているんですけども。いや、ニセ恋のキャラがね、去年末、すんごい大量に湧いたんでね、これすんげえ嬉しいことですわ。今年は遊戯王ゼガヒでもお願いしたいね。僕の夢の一つ、ニセ恋のキャラが新登場っていうのはもう叶ったんで、お次遊戯王の出番よ。遊戯王のモンスターをキャラ化してくれません？モンスター単体で。レッドアイズブラックドラゴンとか限定で出したら引く人多そうちゃう。ネタとしてもいいし、ヒーローちゃんは遊戯王ファンとしても欲しいし、どっちに転んでもいいよ。だって決闘でさ、あんなトグロ兄弟とかカンロジさんとかそうそうたる人間並んでる中にドラゴンおんねんで、一人めちゃめちゃ絵面おもろくないで、ドラゴンを誰かが立ち向かってんねんで、あの攻撃力2400のバケモンに立ち向かっているのが誰かっていうね、その構図、そのなかなか面白さやしね、それが次の僕の夢かな。まあ、多分ないと思うけどもモンスター単体はまずないと思うけども、まあ、ファンとしてはそれ来てほしいなという感じ。あとニセ恋の大特集祭もやってほしいな。こういう、まあ、言っちゃ悪いがマイナー作品、ジャンプチの中でのあんまり注目されていないマイナー作品の大特集祭、こじつけパターンっていうのは、新キャラが登場してからなんですよ。新キャラが登場されて大特集祭こじつけパターンなんですけども、このニセ恋に関してはね、まあ前のはちょっとスピンオフやで、ちょっと違うんですけども、まあでもニセ恋のキャラには変わりないので、そこの枠んところまではこじつけたんじゃないかなと思うんですよ。今年は多分去年やったんで、しかも末ないにしろ、来年の1月2月ぐらい、来年の、バレンタイン、これがワンチャンあると僕は思ってるね。今年のバレンタインは確か先生特集、まあ女の子なんですよ。でなんか2021年から、女の子の流れがバレンティンであるんで、だからワンチャン来年ニセ恋特集でバレンティンっていう可能性すんげーあるんじゃないかなって。僕は来年にしか目がないというね、年明けて早々なんですけども、来年のバレンティンと楽しみにしようかなって思いますわ。まあ、というわけで、ポーラ使っていったんですが、ヒーローキャラにしては全然強い。ただ特性でバフがないので、友情用かな、友情技の列勝耐性はすんごく強いので、これまた後日決闘で使うんで、ぜひともお楽しみに。はい、というわけでお次限定義勇さん使っていくんですけども、今回の正月祭でゲットしたんでしたっけ、記憶がないわ、いつゲットしたか。わりかし最近なんは覚えてますわ。はい、まあこの方に関しては過去に動画撮ったかな、僕のね、この知らん間にボックスシリーズ、知らんボックスシリーズは、今まで使ったことがないキャラを、あえて今になって使う。まあ、当時動画撮れなかったけども、今ようやく知らん間ボックスなんで使ってみるというコンセプトのもと、これやってるんですけども、第これ何回目ですか？5、6回目にして、趣旨破綻したっていうね、ありがたき幸せなんですけども、いかほどというわけで、まあね、前ん時は確かサブ赤やったんで、本赤では、動画撮ってなかったんで、まあ、ぜひに、友情コンボ等々解放された本赤で、ぜひとも使ってみるっていうのをね、まあ逆に言うと新しいんじゃないかなって思うんですけども、はい、2万1000。はい。これなんですよね。アザリン強すぎ、ぶっ壊れ。
ザリンと13000モサールってね、悲しいキャラクターとなってます。まあ知らないね、ザリン貫突でギウさん無突なんで、無突で2万戦ですか。いや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 、おかしいおかしい、無突で2万戦え、さっきのポーラヒーローキャラで無突で2万6000やったよ。あかんかかん、おかしいおかしいおかしいですわ、はい、何かの間違い、何かの間違いです、はい、もう一度ちょっと見ていこうかなと思うんですけども、この方は逆襲という性能なんで、2万3、おかしい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 、はい、弱いです、はい、まあね、この方はね、くっそほどサンドバッグキャラクターとなってるんで、このサンドバッグとすこぶる相性がいいんで、多分お見合い、結婚相談所行ったらものの秒で結婚する2人やと思うんですけども、サンドバッグなんですよ。だから HP が減ってれば減ってるほどダメージ受けるというキャラクターになってます。今の時代に逆行しているキャラクターとなっているんですけども、今はもうね、逆襲はねあんま使えないんですよね。 HP は1でも惜しい時代なんで、なんですけども、この時代の牛さん当時の、あ、やっぱり37000、まあこんな感じで HP 減ってれば減ってるほどダメージ伸びるというキャラクターになってるんですけども、この牛さんが登場した当時は決闘でも逆襲が超注目されていましたし、方やイベントでも全然使える。そんで当時の超究極などは、限定なしでも勝てたし、そのギリギリんところで戦えるカトゥーンもびっくりな気持ちよさがあったんで、だからギリギリでいつも生きていたかったっていう状況なんですよね。ただ今現在はギリギリもまんの関係なくね、ほぼ即死なんで、この逆襲というギミックあんまり使えないというのが現状なんですけども、まあただしかし最近ね、逆襲ダメージ 7% とか、上位交換が、あ、上位交換、お仲間さんが、まあ、登場してるんで、まあ、あとこのギウさんにも、光が当たる日、いつか来るんじゃないかって、僕はそう思ってます。はい、というわけで、お次、シルバーズレイリー使っていくんですけども、この方は20年の10月頃かなに登場した限定キャラなんですけども、レイリーも確か動画撮ったやんな。ただあれから情報修正とかされて初期値がちょっと上がったんで、使ってみる価値はあるんじゃないかなと思いますね。HP 等々なかなか伸びておりますわ。うん、な、攻撃もまあ低くもなく高くもなくというわけで、必殺がダメゲン貫通 450% ダメージでバフ回というわけで、バフ回は普通に使えるなぁと思いますね。で、友情技はカス、特性が必殺じゃんって、攻撃 6% アップ、必殺生成数効果無効、HP 65% 以下の時に生成数に軽減というわけで使っていくんですけども、サンドバッグというわけで、まあここ、クソ忖度バフ、まあ入ってまうんですけども、まあまあまあ別にかなと思います。はい、この2人のね対戦シーンですよね。このキザルの足蹴りを同じく足で止めるという、あのレイリーの名シーンね、このシーンかなり激アツでしたんですけども、僕はこのレイリーが登場した当時何のこっちゃ分かりませんでした。はい、ワンピース見てなかったんで、なんやこのおっさんと、なんじゃこのジジイと思ってたんですけども、今になってわかるこのレイリーの強さ。あのヒゲ親父の側近、あ、側近というか相棒、これは素晴らしいお方やなって思いますよね。僕もそれびっくりしたわ、こいつが。ほんで、あの演出等々はみんな忘れてるんですけども、このレイリーはまだまだ使いますね。なぜならバフ回なんで、しかも数値の高いやつ1個解除っていうね、なかなか優秀な性能を持ってるんで、まあ高難度ダンジョンでは使える。いえ、決闘では使えへんかな。うん、まあ決闘ではもう使う価値がないという悲しいキャラクターになってるんですけども、イベントではごっついほど使えるキャラなんじゃないかなと思います。演出等と見ていこうかなと思うんですが、冥王というわけで、はい、冥王の覇気、このレイリーの覇気ってえぐいですよね。
サキって一番誰が強いんやろ、このレイリーなんかな。ダメージ以下ほどというわけで3万戦と、クソ忖度バフ必殺1個割3万戦なんでお察しなんですけども、まあしゃあない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 ですね、はい、無凸なんで無凸なんで、うん、で2年前の限定キャラなんで、はい、ここ強調しておくんですけども、この冥王ってさ言われてるだけやからさ、このレイリーの覇気ってすんごいもんがあんのかな。覇気って今現在誰が一番強いんやろな。僕はただただ、ワンピース読んでるだけのエンジョイ勢なんで、そこまでガチ勢じゃないんで、その辺ちょっとよくわかんないんですけども、誰が強いんやろうな。レイリーな冥王って言われてるぐらいやし、でもロジャーもなかなかちゃう。ロジャー白ひげとかなかなかじゃないの。レイリーがいつの時代が最強なんか知らんけどさ、こんな感じのさおじいちゃんキャラクターってさ、あの現役より今現在が最強みたいなんない。あの週末のワルキューレの佐々木小次郎しかり。なんで最初にそれが出てくんねんいう話なんですけども、僕週ワル大好きなんで、それしかりね。 G さんってさ今現在が最強みたいなところあるからさ、若かりしロジャーと旅してたあん時より今のレイリーの方が強いんじゃないの。これ全く知らないんですけども僕のね、あの単なるエンジョイ勢の勘なんですけども、だから冥王の覇気でしょ、現役のあん時のロジャーとこの冥王の名をもらってるロジャー、あのレイリー、これどっちの方が覇気強いんやろ。シャンクスの覇気もえぐいよね。シャンクスの覇気もなかなかなもんがありますよね。まあまあ、あのレイリーは3色ってもう麻雀なんですけども、3種類の覇気使えますやんか。やっぱルフィとかもかなり、でもルフィなんか足元にも及ばんか、このレイリーとかシャンクスとかに比べたら。覇気最強って誰なんやろな、もう分かってんの覇気最強って。なんかそんな大会やった、運動会みたいに覇気1位決定戦みたいな、 M1 チャンピオンみたいなさ、 S1 ありました、 H1 か、 H1 グランプリってありましたっけ。ちょ覚えていないんですけども、覇気最強誰やるな。シャンクスとロジャーがめっちゃいい勝負すると思うね。でこのレイリーがさ覇王色とか使ってさ、なんかバンバンディーンってなんかシャンクスとかみたいにさやっていくシーンってありましたっけ。昔のところであった、あんまちょっと覚えてへんねんけど、僕がこのレイリーがガンガン覇気使ってるシーン、ちょっと僕にはあのミーハーなんで記憶にはないんですけども。だからね、なんか誰が最強みたいなのあるやん。ミー食ってるやつ、悪魔のミー最強誰やねんみたいな。覇気最強って誰なんやろな。その話題ってどっか上がってんのかな。これ結構気になるんですよね。で、レイリーってミー食ってんの、ここも重要。ミー食ってへんのにこのスーパーマンみたいな能力はなんなん。そこ、やっぱり人間と違うから、それ僕ら基準で考えたらあかんよね。悪魔の実食ってるやつが必ずしも強いとは限らんというのを僕はこのワンピースの世界で学んだんで、はい、凡人も超人を超えることがあるというね、そういうすごくいい教科書となりました。うん、努力すれば天才にも勝てるという、そういうところですわな。まあレイリー使っていったんですけども、シンプルにバフ回なんで今後絶対に使いますわ。